アンズのベッドルームラジオ。改めましてこんばんは。アンズのベッドルームラジオ、今週もスタートしました。今日から5月になりましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう放送4回。4回ですね。どうですか、初回と比べて。そうですね、だいぶ慣れてきたところはありますが、まだまだ慣れないところもあってドキドキはしています。本編よりアフタートークの方がもしかしたら肩の力が抜けてる感じそうですね、それはあると思います。まあ、アフタートークですからね。はい、今日の放送で読書、ベッドルームの過ごし方として話してましたけれども、本をすごい好きになった、小説めちゃめちゃ読むきっかけになったものとかって改めて教えてもらっていいですか。そうですね、中学生の頃に出会った西加奈子さんのさくらという小説から小説にすごくハマりました。小説読んだことが作品作りに影響したりってことがあったりします？それは結構ありますね。本当に西さんの作品とかは特に好きなので、完全にモチーフにしている曲、作品をモチーフにしている曲もありますし、その描写とかを参考にしている曲もあるので、本はすごく参考にしています。寝る前に読んでて、はい、あ、ここいいなと思って、あ、これ曲にしたいってなった時ってどうするんですか。携帯にメモります。アンのこうアイディア集みたいな感じで思ったりします。でも寝る前は読書していると寝つきが急に良くなったりすることありますよね。そういった具合で寝る前の読書は本当にリラックスタイムという感じで、あまりインプットっていうよりはリラックスの方が強いかもしれないです。多分この動画を番組放送直後に見てくださってる方もこれから寝ようとしてると思うんですけれども。そうですね。アンズさんは寝るとき読書する環境ってどういう状況ですか？照明とか。寝室に入ったら最低限の明かりっていうんですかね、柔らかい明かりをだけをつけて読書をし始め、寝そうになったら明かりを消すというような感じで極力明るくしすぎないっていうことを心がけてます。一番いい寝方されてますね。そうですかね。でも携帯とかもすごい見ちゃうんで、よく泣いていますよね。ですよね。話の趣旨はガラッと変わるんですけど、世の中今ゴールデンウィーク。あ、そうですね。ゴールデンウィークの思い出とかあります？いやー、なんかこうゴールデンウィークにちっちゃい頃どっか行ったなとか、あんまりこう大きなイベント性のある思い出が全然なくて、ゴールデンウィークといえば原宿の竹下通りとか、そういう場所がものすごい人でごった返す、こう本当にすし詰め、道が人でみっちみちになっているというようなこうイメージが浮かぶんですけど、なんか最近原宿に行ったらちょっとずつその雰囲気が戻ってきていたので、きっと今頃もそうなっているんじゃないかなと思ってます。多分ゴールデンウィークで長期休みでゆっくりできてる方もいっぱいいると思うんですけど、そういう人にこの番組のおすすめの聞き方とか、あとはリリースしたばかりのアルバムのおすすめの聞き方とかあったら告知兼ねて、はい、ぜひ。本当にこのベッドルームラジオも、私の新しいアルバムベッドルームポップも、もうベッドルームというふうについているだけあって、寝室でお休み中だったらなおさら、まあ、ゆったりとお酒なんかを片手に、もしくはハーブティーなんかを片手にゆった
かりと聞いていただきたいなと思っています。改めて私の最新アルバムベッドルームポップが、絶賛配信中です。各配信サイトに、から配信していますので、ぜひお聞きください。そしてこのアフタートークと同時に私のアンズの YouTube チャンネルでも弾き語りの動画がアップされていますので、このまま睡眠導入とともにそちらの曲も聴いていただけたらと思います。そしてよければチャンネル登録もぜひお願いします。そして次回の放送は5月の8日日曜日0時半からになります。次回もぜひ楽しみにしていてください。それではアンズでした。アンズのベッドルームラジオ、お届けしたのはアンズでした。おやすみなさい。